どうもこんにちは。超絶一軍リア充男子の私は休日にフットサルをしています。でも全然勝てませんでした。これはね、会社のフットサル部のユニフォーム、ミナカネという会社です。皆さんよろしくお願いします。超絶リア充なんですけど、みんなとは距離があります。荷物越しにしか座れません。俺が36歳だから、一人だけ30代だから、20代の若者たちにアラフォーが混じってるからですかね。答えはリア充でもなく一軍でもねえからだよ。シンプルにコミュ障のこじらせてるおじさんだからなんですね。普通さ、若者とフットサルしたらさ、その後飯行くとかなるじゃん。ならないのよ、これが。アラフォー男性なんだから、大学生の子たちに飯おごったりしてもいいわけじゃん。しないのよ、これが。おじさんと飯行くの嫌かなとか、早く帰って自分の時間を大切にしたいのかなとかさ、そういうこと考えちゃうのよ。最近の若者の考えてることが分かんなすぎて、最終的に帰りまくっていうね。ちょっと早足で歩いて先に電車に乗るっていうね。嘘、財布忘れてシンプルにおごってあげられなかったのよ。さあ、そんな私は吉野家さんにやってまいりました。一旦家帰って財布ゲットして一人で来ました。このね、吉野見っていうのがね、久しぶりにしたくてね。サバの味噌にあったっけ。何にしようか。どう、まあ、だしまかずはマストでしょ。あと牛皿と、皆さんこの吉野見はね、実施してるとことしてないとこがあるのでね、気をつけてくださいね。ちょい飲みしたい時とかにね、おすすめなんですけども。で、普通に腹も超減ってるから、牛丼も食いたいなと。今は牛すき鍋膳の季節か。いや、俺だってさ、本当はみんなと飲みに行きたかったよ。あのフットサル場蒲田なんだけどさ、めっちゃうまいラーメン屋あるしさ。でも誰かに金借りて、しかもそれでおごるって意味わかんないじゃん。今思えばスイカ使えるファミレスとかで飲めばよかったのか。いや、本当に今思った。その時気づいてたとかないから。おごりたくなくてさっさと帰ったとかないから。まあ、これご時世だしね、みんなで飲むとかね。 YouTuber ってそういうこと絶対しないからね。なんて自己弁護をしてたらビールがやってまいりました。吉野家さんはね、モルツなのでね、いいですよね。モルツマジ最高ですね。さあ、とりあえず一杯目のビールを流し込みましょうよ。グビグビっと。運動後はもう本当に最高だぜ、ビアは。一軍じゃなくてもリア充じゃなくてもいいんだ、俺には吉野家さんの吉野見があるから、ということでね。いいね。さあ、まずはポテトサラダですね。下のキャベツがこれ嬉しいよね。で、これがごぼうサラダですね、つまみにぴったりですよ。こんなん絶対うまいもん。で、キムチね、吉野家さんのキムチね。最高の3皿でございますけれども。で、こちらがだしまかずってやつですね。ほかほかの熱々なんだよこれ。はい、お箸でクパーということで。いやー、これね、卵ふわふわなんですよ。見てわかるでしょ、見てわかるっしょ。それから牛皿のこれは大盛り大ですね。これもうまいよね。薄切り肉でね、しっかりふわふわ煮込まれててね。さあ、ドレッシングをまずかけていきまして、ね、いいよねこのキャベツはね。いや、ほんとキャベツって常にいてほしいよな。つまみドラフト会議するんなら1巡目で指名するわ。第1巡選択希望選手、西武ライオンズ、キャベツ、投手、浦和学院。あれ一回言ってみたいよね。いい声であれ一回言ってみたいよね。第一巡選択希望選手って言ってみたいよね。さあ、ビールまい。このね、だしまかずがね、ほんと熱々なのよ。どれくらい熱々かというとね、コアラと三原純子ぐらい熱々ですね。それは熱々でしょ、コアラと三原純子だよね。さあ、そんな30代以上じゃなきゃ分かんないカップルをビールで流し込んでいく。キムチも食べていく。キムチ浅漬けでうまいよね、吉野家さんね。さあ、こちらは、牛皿にもう当然のように紅生姜を乗っけてって、ちゃんとテーブルに落ちちゃったのも食べますね。で、七味をかけてパッパッパと。
まずは紅生姜だけでビールを飲んでいく。一杯目が肉食う前に終わりましたよ。牛丼屋だっつってんのに、ね、さあで紅生姜と肉一緒に、これがまたうまい、まあ、これうまいのみんな分かってるよねこれはね。さあお次は何を飲もうかなと、瓶ビールにしたよね。グラスに吉野家って入ってるんだよね。こういうの欲しいよね本当にね。東急ハンズにさ札幌のロゴ入ったジョッキとか売ってんじゃん。あれね買おうとしたことでもう何回もあるんだけどね。なんかねちょうどいいビールグラスジョッキがなくてさ、ずっと探し求めてる気がするよ私は。ビールグラスは本当はあのちょっと前に流行ったさ銅製のさグラスがいいんだけどさ、やっぱ中身が見たいのよ。ビールってさこの色がいいわけでさ、色でも楽しみたいじゃないですか。だからねちょっとなかなかあの銅のやつのいいのよ、あのずっと冷えたまんまのやつ。はい、いいね、ふっくらとした牛皿、うまい。流し込んでいく。ああなんか頼んじゃったよ、なんか来たよでっけえのが。ネギ玉牛丼並みと豚汁ですねこれね。いやいいんです、今日はいっぱい動いたからいいんですね。でネギをはいボンと、でこうくぼみを作ってクレーターを作りまして、ネギクレーターですね。でここに卵を流し込んでいくと、トゥルンと、いいですね、美しいね見た目的にもね、クレーターを作るとね。いや、さあ卵を女性アイドルグループの人間関係ぐらいぐちゃぐちゃにして、いやわかんねえだろぐちゃぐちゃか。じゃあ社内不倫が横行しまくってる部署内の人間関係ぐらいぐちゃぐちゃにして、紅生姜乗っけて食っていきたいと思います。いやいいね、うわいいね、パワー映像ですねこれは。いやガブとガブガブガブって言っちゃってくださいよ。はあ腹が鳴る、いいね。吉野家で牛丼こうガーってかき込んでる時もなんか生きてるって気がするよね。最高にうまいねこれね。で豚汁にしようかどうか迷うんだよね毎回ね。今日は味噌汁にしとこうって、でもあじゃあ豚汁でって言ってんのよ、口が言ってんのよ。頭では味噌汁にしとこうと思ってんだよね。ビールも進みますな、いいね、早いねペースが。もうなくなっちゃうんじゃないの。えなくなっちゃったよ。豚汁といえばさ、サッカー部の初蹴りっていうのが1月1日にあったんだけどさ、そこでお母さんたちが豚汁とさおにぎりを作ってくれんのよ。でネギいっぱい入れてさ七味たくさんかけてね、あれうまかったんだよな。もうコロナでなくなっちゃったんだよね。初蹴りはあるんだけどね。あれから20年、私は吉野家で一人飲みをするようになりましたよ。あれこの豚汁いつもよりなんかしょっぱいな、なんでだろう。はい、締めでハイボールを飲んでいきましょう。いいんだ、一人で飲もうが大勢で飲もうが酒飲むさには変わんねえよ。まず残ってたビールを飲み干してねえ、ハイボールをいただいていきましょう。このねやっぱ豚汁は具が多いからねつまみになるんですよ、これうまいね。いいね、さあハイボールももう飲んじゃいました。いやうまかったな、ごちそうさまでございました。さあ帰ってきて一人二次会をしていきたいと思いますが、これ赤ワインの気分だったのでワイン買ってきました。ダイパリメイクをしながら飲んでいきたいと思いますけれども、いやもうねずぶといウパーが出てこなさすぎて、もう交換してもらいましたよとうとう。もう本当にマジでありがとう、ウパー可愛がるよ。ふー飲んだ飲んだ、いやーうまかったぜ。いやもう眠いよね、もう寝たいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。さよならー。